ハワードで始まりました。いやー、トイック中止が決まっちゃいましたね。3月8日の第248回トイックリスニング&リーディング公開テストが中止、トイックブリッジスピーキング&ライティング公開テスト3月1日のものが中止ということになりました。まあ、現在のね、日本の状況を考えればまあしょうがないかなとは思います。で、3月15日の、トイックブリッジリスニング&リーディングテストはまだ決まってないですね。トイックスピーキング&ライティング公開テスト3月22日のものもまだ決まっていないという状況になっています。詳しく見てみましょうかね。第248回トイックエラーダールテスト、まあ、中止することになりましたとあって、じゃあどうなるんだってわけなんですが、248回トイックエラーダールテストやつはもう4月の申し込みは終わってしまっているので、4月に振り返ることはできないと。だから5月からのものに振り返られると。で、さらには260回までのものに振り返られるよって言ってるので、2021年4月のものまでどれかに振り返することができますよってことですね。で、1年間あげますと。一応貼っときますね、ここにね。多分返金とかもあると思うんだけどね、何も書いてないですね、それに関してはね。就職進学等の目的でトイックを使う人ですね。日程を変更しては実施しません。ああ、まあそうです。することはありません。まずトイックはそんなこと絶対しないので。で、だ申し込みはしたよ、トイック申し込んだよっていう、その申し込みの証明書を出すことはできますよということだそうです。なんで、就職進学にこれが必要だった人は、これを使ってくださいということですね。あるのかな、就職し、まあ就職あるか。進学あるかな、この時期。よくわかんないですが。はい、ということで、完全に中止が決まりました。韓国も中止ですね。2月29だったかな。そうですね。2月29日のものは、中止になっていますね。それに対してね、3月15日、3月29日のトイックはまだ韓国は申し込むことができるようになってますね。3月受けには、さすがにこの状況では韓国に受けに行くってことはできないと思うので、そうか、っていう感じ。英検の面接は今のところ中止のお知らせはないので、今週末3月1日ね、ある方ぜひ頑張ってください。なんかでマスクして受験することができるらしいですね。なんか面接する人もマスクができるらしいです。どうなんですかね、声こもったりするんですかね、その場合。いや、トイック900点プロジェクトやってるのでちょっと困ったな。カンタロウさん、カンタロウさん喜んでんじゃないかな。いや、4月ちゃんと受けてくださいよ。その分ね、点数上がってくださいね。結果くんのまた遅くなっちゃうじゃん、そしたら。プロジェクトがどんどん伸びていってしまう。困ったな。いやー、本当に。どうしたらいいんでしょうね。TWICE のコンサートを開催されるかな。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.